はい、どうもこんにちは。ハーブコーディネーターのトミーです。今日もアロマテラピー検定の一問一答ですね。はい、3分でまた学んでまいりましょう。はい、一級編の問題となりますが、今日のはね、わかりやすい問題をチョイスしましたので、サクッと答えれると思います。はい、別名、細糸杉さんというタイトルになりますね。サムネイル画像が、その細糸杉さんなんですけれども、はい、この植物にまつわる問題をサクッといきたいと思います。では、問題に参りましょう。はい、別名細糸杉と呼ばれる以下の写真の原料植物から得られる精油を一つ選びなさいという問題です。はい、まあ、この手の問題はね、はい、非常にまあ分かりやすいというか、単刀直入でもうこれを見て答えるという感じですので、はい、知っているか知っていないかの話ですね。はい、選択肢 A はクラリセージ、 B がサンダルウッド、 C がフランキンセンス、 D がサイプレスとなっておりますね。まあ、一級の問題ですので、選択肢をね、ちょっと似たり寄ったりな植物にしているところが、はい、少しね、難しいかなというところですが、まあ、はい。まあ、これを見て、写真でわからなければもうわからないと思いますので、答えに移りたいと思います。答えは、もちろん D のサイプレスになりますね。はい。まあ、この写真をね、わかりやすい写真チョイスしましたので、特に引っ掛けも、しておりません。はい。では今回はもうサイプレスという精油についてご紹介をしていきたいと思います。一回以前ご紹介しましたかね。はい、こういう、もう木のね植物でございます。はい、原料植物名はイタリアンサイプレスと呼ばれています。別名が細糸杉と呼ばれている、まあ杉の木ですね、ヒノキ科の植物になります。まあ杉はね、すごく皆さんも日本人に馴染み深いね、なぜかこう植物かと思いますね。はい。で、葉っぱより水蒸気蒸留法にて精油を抽出していきます。まあ、この辺もね、メジャーなやり方と変わらないですね。はい。あとはジュニパーベリーですね。はい、何度かご紹介しているあのジンの、なんですかね、ジンウォッカとかによく使われるあのジュニパーベリーですね、と共通のアルファピネンという成分が含まれていまして、森をイメージさせる、スーッとするね、清涼感のある香りがするのが特徴ですね。男性の方はね、特にこのサイプレスのね、香りをね、まとっていただければね、すごく、まあ、自分もリラックスできますし、はい、まあ、周りにもね、いい香りをね、こう、振りまけるかと思いますので、ぜひサイプレス使ってみてほしいなと思います。私も日頃使っていますので、おすすめです。はい。では、本日は短いですが、以上でございます。最後までご覧をいただきありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。